ねえ、それいつ終わんの？終わったよ。終わったんだけど、Windows アップデートが始まっちゃったんだよ。はぁ？この脆弱性は危険です。絶対に外に漏らさないようにしましょう。新たな仕事ができた。あるソフトを作ってもらう。藤原、何してんだ？今日は早く帰るんだろ？と思ったんですけど、Windows アップデートが始まっちゃって終わらないんですよ。アップデートしたい男とアップデート途中で電源が切ったら壊れるかもしれない。早く行けよ。そうだよ、早く行きなよ。終わったら行きます。早く行けよ。終わったら行きます。早く行けよ。藤原、早く行けよ。早く行けよ。早く行けよ。じゃあ私とアップデートどっちが大切なの？いけないいけない、そういうのはもっと恋とか仕事とかと比べるべきものなんだ。君ん家の方から水が持ってきて、こんな時に Windows アップデートが。どうしてこんな時に恋の終わりも Windows のアップデートもいつだって突然やってくる、はい、ああ、Windows アップデートが始まっちゃった。そんなこと言ってる場合じゃないだろ。ああ、次何でいいんだよお前。調べます。いやーシーズン早くしろ。ああ、再配達。この時に限って Windows アップデートが早くしろよ。A、電灯を消す。この中に RH-AB 型の方がいらっしゃるそうですね。ああ。一旦電源を落としてください。電源をですか？死にそうなんです。でもアップデートが。だって死にそうだから。とにかく魅惑の深海パーティーに来てもらわないと私が生まれてこないんですよ。だから早く来てください。はい。ああ、でも Windows アップデートが。うわー、何だか言うんだよ。抜けよ。大灯ですか？大灯ならまだしも。ああ、でも Windows アップデートが。ちゃんと私のこと見てる？ちゃんと見てるよ。で、Windows だから窓、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 窓。誰ジェンダーって？文化的に作られた性差だよ。男と女で生まれながらに違うとしたらそれはセックスの話だ。はん？え、何？え、何？ジェンダーとやったの？二度と立ち上がらなくなるその前に二人の関係性はアップデートできるのか？Windows アップデートが俺たちに何かしてくれたことがあるか？一度でも、たった一度でもだ。 Windows アップデートは突然に。今度、あなたはアップデート中の電源を切る。明かりの目見たことありますか？見たことありますか？見たことありますか？